はい、今回は、中村すみれ初段と、郷二段の一曲を紹介したいと思います。はい、超新星ね、3番勝負の、第2曲ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。中村すみれ初段の黒番ですね。はい、これは中国で行われているので、コミ、が7目半ですね。はい次で打たれましたね。こうやって打つ、形もありますけどね。はい はい、次で打たれました。はい、灰を打ってね、割り打って先手を取りましたね。はい、まあ、ただ黒もね、これは押さえが先手ですので、はい、まあ黒もね、そんなに不満はないと思います。また跳ねかけとかもね、ここ先手ですからね。はい、はい、ここはなかなか鋭い手ですね。はい、うん、白の根拠がね、渡れば根拠になりますから、大きいところですね。まあ、ちょっとここを囲いに行ったような手はね、ちょっと意外ですね。はい、意外でした。はい、そうですね。まあ、こういうとこも大きいんですよね。はい、これまた継がれるとね、また白の全体の目が、なくなるので、おそらく切りと変わると思います。はい、僕ならこれを交換しますかね。はい、そしてまあこういうとこ打つか、コスミツケも気になるところです。はい、まあね、何が嫌だったのか、まあ下がりもね、まあ冷静な一手だとは思うんですけど、でも下がるんだとしたらね、こちらの方がいいと思いますから、僕ならこっち打ったかなと思いますね、これを決めて。はい、ここかっこいいね。これちょっと意外ですね。はい、はい、まあ当然白はね、打ち込んできそうです。はい、まあこれを決めて、はいちょっと跳ねるのは、打てないでしょうね。例えばこうやって、こうやって切ってね、はい、こうやった時にこれでね、コウ材がないですね。まあこれはちょっとね、3目抜かれるのも相当ひどいので、はい、ちょっと打てないでしょうね。はい、ということでこうなりまして、はい、まあ並びは、はい、しょうがないでしょうか。こういうのはちょっとツケが、ツケかど、こっちから、こっちからね、こう打たれてしまいますからね。はい、並びはしょうがないとこです。はい、はい、これは先手ですね。はい、はい、そうですね。これは、まあ、まだね、攻めを続行した手なんですけど、まあどうでしたかね。難しいとこですけど、はい、まあこういうとこね、冷静に打っていくのも大きな手でしたけどね。はい、まあどうもね、抑えを決めたい気もするんですよね。はい、実戦つけましたけど、はい、ここまでとなりましてね。まあ、ここは厚くなりましたけどね。まあ、今度押さえが先手ではなくなりましたね。はい。
多少地は損してるかもしれません。ここは白はね、いい手順で、切り離しましたね。これは一見、髪取りとここはね、見合いで生きてそうですけど、どっか打ちますと、ここがね、こうなりますよね。こう、切ってもね、こうなって、ここはまだ完全な目じゃないですね。ということで、ここは一手必要です。一応ここ回ってね。最初に回ることもできたのでね、その企画ですけどね。白はこういう飛び込みが大きいですよね。ハサミツケは抵抗できませんね。下がると、切りが入りまして、二目が取られてしまいます。そうですね。おそらくね、この辺りだと、結構、黒はね、大ゴミ、7目半ということもあり、なかなかね、勝つチャンスは難しいのかもしれません。ここはね、ほとんど頑張れないようなところでもあるんですよね。でも一応頑張ってます。なかなかね、中村さんは本当にこうね、あんまり譲らないというか、そういう根性はありますね。ここで切りでね、ここつなぎになったんですね。結局は繋いで、ほとんど、初めから繋いだような結果と同じでしょうかね、これは。こんなところでね、最後まで打たれまして、結果は白の2目半勝ちという結果でしたね。そうですね、惜しいというか、結果は惜しかったですけどね。でも結構、白にも、しっかりね、打たれてたような気もします。でも一局目よりはね、非常にいい内容だったと思います。これでね、ちょっと2連敗してしまったんですけど、明日は、どうなんでしょうかね、やるのか。やらないのかちょっと僕は分かりませんけど、また近い将来、再戦すると思いますんでね。じゃあこんなところで、この後は終わりにしたいと思います。じゃあそれでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。